こんにちは、アナミさん。深夜のこっそり話でございます。あの、私のチャンネルがメインに今日から戻ります。まあ、すでにこの動画がね、えー、メインチャンネル復帰の第一本目になるわけなんですが、いやー、なんか、サブチャンネルもそこそこ育ってきたんで、サブチャンネルでも、そのままでもいいかなって気がしてきましたね。うん、あとね、私、えー、まあ、シークレットなチャンネルがいくつかありまして、収益化できなくもないようなところもあるんですよね。 まあけどね、こうやって私のチャンネルが、こういうふうな措置を取ったのをきっかけに、まあキャンペーンも組んでいただきまして、まあすべてのね、出来事を、まあチャンスや機会に変えていくっていう姿勢はビジネスでは必要ですよね。例えばある人はね、差し場が取れたから、差し場が取れたキャンペーンとか言って売り上げ上げてたりとかね、うん。なんかこう、私の場合はね、あのドラッグストアに行って、あの1万円札を落としちゃったんですよね。で、 一万円札落としたキャンペーンとか組んだりとかね。で、落とした一万以上の売り上げを上げるみたいな、こんな面白いこともあったりとかするんですよ。まあ、ですんで、あの、きっかけは日々あるわけですよね。寝坊したからキャンペーンとかね。あんなのもあると思いますし、振られて落ち込んだキャンペーンとかね。みんなチョコレートくれみたいなやつとかね。うん、まあ、様々でございます。まあ、どこをきっかけにして、どこで自分に動機づけをするか。 まあこれが全てです。何かきっかけがあれば何かチャンスがあれば自分でもやるのにって方がいると思いますけどもすでにきっかけやチャンスは自分が作るもんですよねまあ,あのいいことばかりではなくてねどっかで何かこう紛争が起きたらそれに対して募金キャンペーンとかね穴もあると思いますしね、まあ、最近は値上がりが激しいですから商品値上がりキャンペーンとかそういうのもあるかもしれないですね まあこういうふうにして自分で機会を作っていくってことが大事なんではないかなというふうに思ったりするわけですけども見事に今回ナミさん私のチャンネルが切り替わるときも生かしていただきました、えー、キャンペーンの成功を祈る意味でね、えー、今日のトップページにつけておきますんで少しでもナミさんの動画が見られますようにありがとうございましたそれではこれからもよろしくお願いします深夜のこっそり話でした